はい、やってまいりました。はい、はい、天神隧道、名前は書いてないんだけど天神隧道っていうの、ちゃんと正式名称があるの。通常だから上智大学下トンネルって言われてるけど、ちゃんとした名前があるんですね。ここはね、でもあっちがすげえ暗かったんだけどね。あ、こんな LED つけられちゃったらもう俺もうこれカーニバルですよ、まさに。ちょっと待って、過去ね、ここね、あの女子大なんですよね、確か女子大か大学なんだよね、大学生の女性がそのぐらいのなんか狂ったのか分かんないけど、うん、ここで昇進ドラム缶っていうか、ドラムじゃねえや、灯油缶、うん、で火で取って燃え、あ、そういう何昇進自殺があったと思ったらしいよね。あ、ちょっとあの先のライトが気になる。あそこ暗かった、ね、余計なことしてくれた、余計なことしてくれたな、この野郎、旗のしいらねえよこんなとこにライトなんて、誰が通るんだ。あ、そうだ、手、あれ、消した？え？閉めた。あ、閉めてない、やばい。あ、そう、車ね、意外に通るんですよね、ここ夜中だけど。ライトいらねえかな、ここ。車通り激しいと日間でも来るんだよ。昼なんかちょっと10時頃だったらまだ来るもん、ね、全然。困るとみんなでなんか病気みたいな顔になりますね。なんかね、肌色が上がるかもしれない。ああ、確かになんかやばいでもこのオレンジライトやばいよな、これ徐々になんかオレンジライトやめて LED に変えようとしてるんでしょ、これ。やめろ、旗の市あ、そうそうそうじゃあ多分ね、こっちの方が高いんだよ電気。ああ、そうかそうかそうか。LED は電気代安くするんだ。あ、そうかそうかそうか。え？お、赤、赤い赤い赤い。多分色が変わっちゃった。元は同じ色だった。当時はね。だけどなんていうの、こっちは多分高いんだよ。たまたま。ここ電波いいんだよね、結構。アンテナ4本だから。結構だから配信しやすい。隧道。はい、鍋さん、こん、あ、ポンコツ鍋さん、ポンコツ熊さんか、いらっしゃい。ん？あ、違う違う、バケだバケだ。バケだ。バケだ今。バケだんでね。え？何の音？今の音？今の音は何？って言ってた。何？何の音？何の音？いや、わかんない。私は私の音じゃないの、あの GoPro の音。 GoPro 切ってるよ。あ、切ってるの。え、何の音今？だから今の音、何？何今の音？今の音。いや、だって俺そんな、だってスマホはこれしかねえし。バケダンじゃないの？いや、バケダンの音じゃないですよ。バケダンは今継続サーチしてるから。負けたことはこういうことしないんですよ。何今のビーって。何今ビーって。何今ビーって。いや、俺だからあのそういう機会を持ってないですから。初めて聞いたよね、何のとこにビーって。これであの清滝になったのって。あれはでもブザー音じゃないですか。ブザー音でね、全然音が違うの。何この警告音。やばいじゃない非常にやばいんじゃない。また2回だよ、2回。途切れてた今。さっきのついてきてるから、もしかしてね。途切れてる。さあ、どうでしょうか。多分ね、真ん中辺だと思う。場所は。そう、確かそう。真ん中辺で。ちょうどその辺に。うん。確か焦げ跡残ってたやってなんか聞いたことあるんですけど。いや、なかったな。もうないですよね。ないよ。
絶対ないですよね。直してるもん。落書きも消してるしさ。落書きも消してるもんね。うん。だから多分ここも直す。よく赤い。え？何が赤いの？これ。これも、なんだろう。こことこと？え、パン？歩き、歩く音が聞こえた今。うん、歩く音。ここに女性がね、故障するって言ったっていう噂なんだけどね。本当か嘘かは分かんないけど。うん、まあ、ここ結構乗ってますよ。ここ有名ですもん。有名です。すっげえ有名になっちゃってんですよ、ここ。あのスカイラブも俺もね、惜しいことしたな。あれ黙ってきゃよかったなと思って。ぶっちゃけ。そう、あそこ、ね、まあ、廃墟はね、ちょっと黙っといた方がいいと思うんですね。当時は、だってリアルに職質されたの全部飛んだってことで、うん、お前さんに。スカイラブって聞いたら、うん、その全然問題なかったのよ。うん、いや、そこはやばいんだよって言って、お前さんからリアルに聞いてるんだよ。そこ3人死んでて未解決なんだよ。それで潰れたんだよ。ああ、そう、そういう言い訳だったんですか。そうそうそう。だからお前さんも一人で行かないんだよ、危ないからって見えちゃうんだよとか言って。やべえな、スカイラブこの間突しようと思ったのに、久々に、久々に3年ぶりに突しようと思ったんだけど、行ったら取れちゃったんですよね。ああ、らしい。声も入ってるし。でそれでほら言っちゃったから全国的に広まってきた。そういうことだったんですね。で燃やされちゃったと最終的にね。まあちょっと残ってるんだけどね、残骸は。まあ今はちょっとうるさいんで監視カメラとかあるからね。まあちょっと厳しいかな。うんうん、これね赤いのは玉がそろそろ切れるよ。あ、そういうことなんですね。そうそうそう、もうそろそろ老朽化。明るいからあんまり怖い感じがない。それ玉切れ、まあね、言ったじゃん、さっき。あっちが LED がついちゃって怖くなくなっちゃったんだよ。だからこれでも全部 LED になるよ、ね。もうそのうち LED になるよ。だから旧吹き上げトンネルの二の舞になるよ、ここも。だけどでも、うん、同じさ、明るいついてても、旧小峰屋が明るいついてても怖いですよね。怖い？うん。私ブルーだ。ブルー？渓谷。渓谷だ。渓谷。なんだろう、この辺なんですか？この辺じゃないの？ここだったりして。はい、こんばんはね。だってもうすげえ明るいもん。なにこれ。拍子抜けちゃうの。いや、そうです。シンデレライブ。今日ね、ちょっと渓谷っていうのかわかんないけど、結構現象が、ね、出てるんですよ。ね、この辺は見えちゃうかもしれないね。いるんか、うん、おい、いるんか、見られたし、いるんか、いるんか、アイスケースなんですね。はい、疲れ様です。お疲れ様です。トンネルがあれも怖かったよ。結構行ったけどね。犬鳴きもね、今犬鳴きをやってる。もう行ったんですよ、去年ね。すごかったね、あのブロック塀乗ったからね。乗った。乗ったら滑って、転ぶじゃなくて。いやもう、危ないですね。乗っかるところね、結構ね、分厚いの。で、うまく乗ってるから、このちょっと端っこ、隙間ちょっと残ってるじゃん、うん、そこで足を引っ掛けて登る感じ。そしたら滑ったんですか。そうそう、雨降ってたからですね。うん、でちょっと隙間からこうビデオカメラを入れて見たって感じかな、ライトに入れて、うん、そしたらちょっと見えてる。そしたら実は女性の長い髪の毛の人がこっちを見てた。やばいっすね。犬鳴村は行ってないですけど、もうないからね。犬鳴トンネルは行きましたね、去年のね。いつだっけ、9月か10月だったね。10月だったっけ、ほら見てこれ、すごい山道歩いてる。こそこそ。わかるわかる。こっから暗かったのにね。なんでここあれなんだろう。おばちゃん、犬鳴村行った。犬鳴村行ったの？だってダムホールの中で。犬鳴村はだって都市伝説だもん。だってで正式名称犬鳴なんだっけ、犬鳴なんとか村なんだ。そうですよね。だあれだって犬鳴村明治の時にあの合併されてるんだね。だからもう都市伝説ですね、あれで。違うか、
あ、都市伝説ですね。都市伝説ですね。この先日本国憲法通用しません。あれは多分誰か作っただけですか。そう。まあ俺みたいにジェイソン村の噂を立てちゃったりとか。あ、そう、犬鳴き谷村。そういう感じになっちゃう。そうそうそう。で、犬鳴き村ですね。ちょ、ライトでもよく考えると、犬っていう意味はわかる。昔の犬って、でもやっぱ江戸時代の時に、そう、狼が撃ってたんですね。なんだこれ、なんか映ってるかなって言って、これ、ね、これもう LED ライトやめてくれよ、これ。 LED ライトめ、ね、LED ライトやめてくれ。狼だったみたいですよ。俺はちょっと分かんない。そう、水泳村もあるよね。で、僕ね、あそこ行ってるんですよ。津川事件ですよ。あれですよね、津川30人殺す。そうそうそう、あそこ行ってる。マジやばい。30人。でも夜入れないですね。あれ夜入れると思うけど、うん、怒られる。じゃあカーナビで行くと、うん、どうしても違う道から行かそうとする、うん、行けないところで通行になるからね、うん、こっから行かせようとして行けないので、近くまで行くと戻れる。ああ、そっか。じゃあ、なかなかたどり着けないですよね。大丈夫って言ってるのに、もう、まっすぐ行けば行けるのに、またなんか右の、左の上とか、その道を通せないよね、ケツさんね。不思議ですね。で、それを無視してるから、ただ帰ってくる。一般車両は通行を禁ずる。だけど、もう迷ったふりしてないんだけどね。でもさ、うん、来たよ。でもなんかライトついてても不気味だな。不気味だね。逆になんかこう中途半端なこのライトが不気味に見える。その時にそこは行かなかったんですよ。それさ、その犯人の墓はその一族のところにもう石とか持てないって墓の破壊石とか置けない。そこがこうだろうと。はい、ごめんなさい、気をつけてね、了解。うん、そう。津山事件。このあれだべ、霊が消されたべ。絶対もうこの LED ライトのせいでも、うん、ダメだべ、これ。やっぱりね。あ、ありがとう、リンさん、どうも。多分ね、そこなんですけど、コーナーだから。いやー、拍子抜けたよ、本当に、マジで。ここで、まさかこんな電気がついてるとは思わなかったよ、俺。それ本当に何回も行かされなきゃいけなくてワープしちゃった。せっかく再検証に来たのに。なんだこのライトは。はい、キツネさん、こんばんはね。一個一個このライトを狙撃してやる。ダー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 目がくらんじゃくる。危ねえな。さっちょの声。そうか。いや、だからね。おろされたら怖い。これでも絶対言うてよ、ここ。だから歩いてる人いるよね、ここ。あ、いねえか。今は。じゃあ、とりあえず、あ、みゆめさんどうも。ダダ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 パブジーやろ、ここでパブジー。ガトリングを持ってガトリングを持って知ってますよ。ちょっと目がつかつかそう、連射ここでパブジーやろ、パブジーそれ持ってきてないじゃん。ここでパブジーやりますか、もうあたりに言うここからこう中取った方が全体的に取れませんか。あ、取れないよね。あ、取れないよね。あ、取れるか。取れそうですよ。なんか向こうからサッカー車来るから。あ、そっか。反対側見た方がいい。あ、そう。そっか、そっか。そんなにこの時間多分来ないと思うんですね。ちょっと重たいっす。重たくて。はあはあはあ、響く響く。
ミーカーにも。そうです。それでパブ G はダメだよ。なんかその辺からだったら取れるかなと思ったんだけど、取れないかな。あれ？あそこ。いや、なんか今声聞こえなかった今その方で。え？俺じゃないの？ね、季節の音が。臭くない？焦げ臭くない？焦げ臭いね。焦げ臭いですよ。なんでなんで？こっちの方なんですかね。こっちなの？すげえ焦げ臭い。焦げ臭いよね。やばい。いや焦げ臭いんだけど。やばいっすよ。全体入りますね、こっちの方が。うん、マジか。臭い。臭い。本当の山だから、あのね、女子高生だと思うんだけど、調子中ですね。そんな感じ。今焦げ臭かった。こっちの方が黒いですもんね。あっち白いんだね。そういうの見えるだけ？汚れかな。汚れ？うん。排気ガスの汚れ。新しいよ、LED が。そうですね。金かけてんの。じゃあもう、これの、あの LED を、潮流熱波で倒します。え？潮流熱波って知ってる？剣の、あれじゃん、ストリートファイターの。向こうから来るバージョンもあるじゃん。剣の剣。向こうからも波が来るんですね。こっちに行くばっかりかなと思ったら。交通量多いよ、ここは。裏道でね。で、これ全体入るからちょうど晴れますね。うん、車ねえよ、晴れとねえと。すごいですね。角の動画見た。まあ、ここはでもね、そんなにね、まあ、あんまり今日はすごいんじゃない？焦げ臭いとかによったから。どうでしょう？なんか焦げ臭いですね。ライブさんどうもありますね。これもね、焦げ臭く感じますよ。そう、抜け道、抜け道、簡単に言うと。いや、でも本当臭かったよね、今ね。なんですかね、本当ね。だから今回、ここに亡くなってる人があるんで。あ、なんか通ったんですかね。うん、通った。多分行ったんじゃないかな。はい、どうも。生ダンスはね、ミュークが近いかってことダメじゃないかな、多分ね。そうです。結構近いんでね、ここ何気に。下降りてもいいかも。何気に見るかも。あ、どうもありがとうございます。そう、はい、メロさんこんばんはね。いらっしゃい。うん。多分分かった。本当に臭かったんですね。あ、どうもお疲れ様です。なんかピーポーがずっと鳴ってますね。鳴ってね。でか病院行くの。はい、近いんですかね、病院が。シャドウ、シャドウです。そういうことやるからね、腰痛めしそうなんですよ、無駄な動きが。そう、腰痛めじゃん、体重あるからね。トンネルはなんかね、寒いからね。そう、吹き抜けるから風が。トンネル行くと雨やもんだよね。そう、トンネル行くと雨やもんだよね。あー、ヒデさん、すみません、お茶爆50度、すみません、ありがとうございます。そう、民家近くて騒げねえしさ、ここ。そう、騒げないんだ。エレクトリック送水がやりたかったから、いいじゃん、その民家あるから。いや、そういう、だから今、PUBG やったからさ、ギカギカして、うん、大丈夫かなと思ったんだよね、民家に。そうそうそう。パワフルで、足大丈夫？え？足。ん？足大丈夫？足はね、今、あれですよ、今、痛いですよ。痛いでしょ？痛い。どの辺が痛い？いや、足の裏が痛いんですよ。裏が痛いの？あの、この間痛い時、どの辺が痛かった？いや、こっちからこう、こう来て、ああ、じゃあもう座骨だね。結構きてますね。左。あ、じゃあ俺と同じだ。ここだ。だここのここあるじゃん、このお尻。お尻のとこをここが緊張するから、ここマッサージして、チップ貼ったら多少いいと。もうそれしかないね。もうずっとお付き合いするしかない。うん、あとはもうね、ほら手術するか。うん、それ失敗したらもう車椅子。いやいやいや。ほらほら入院してる時に。
あぜね、ここで入院するときに、腰の手術した人が失敗したみたいで、全然歩けなかった。バカだった。かわいそうですね。うん、文句言ってたよね。文句言うよね、それね。怖いんだよ、手術は。また車来た。車結構多いんだろうね。多いですね。手やるんだ、終わっちゃうよ。なんかね、でもね、あの京都のミドル街系はちなみにタクシーも乗せないんだって、乗車拒否するって。そうなんですか。そういう噂を聞いてる。なんか拍子抜けたよ。見えた、見えたです。調子抜けだったなって思う。怖いね。なんかもっと真っ暗ですげえ怖かったんだけど、これがね、吹き上げもそうだったもんね、前ほら。あ、吹き上げも全部、ね、そう、オレンジだったのがいきなりこれになったから、うん、もうなんか雰囲気なくなっちゃって、車多いよね。あれだよ、誰かどっかのドキュンがさ、まあ、あと電球ぶっ壊してくれることを祈るしかないよ。これは無理だろうな。これは無理だな。一個一個あのエアガンで射撃ダーダーって。そしたら今度防犯カメラつけられちゃう。つけられちゃう。より強化されちゃう。下手するとこう通行止めで犬だけみたいにブロックされちゃう。ね。だから死ぬつけたんだ。ブリブリだもん。車多いね。暇すぎてなんか。暇だよね。あとね、つまんないね。つまんないね。つまんない。だってさ、なんか。どっかねえのかね。なんかもう封鎖されたところでも大体電波がないんですよね、うん、この下にちょっとねトンネルがあるんだけど、ゲート下、うん、そこにお墓か、お墓行く、あ、そこ行きます、そこでラップ音したのガードレールガーン、そんなとこあるんですか、俺行ったことないですよね、降りてって、あ、歩いて行きます、いや、車で行く、あ、車で行く、突き当たって行ってますか、突き当たってこのまま左行くのね、うん、で右行くの、突き当たったら、うん、でそうすると左側のとこに左行ったトンネルがある、うん、そのトンネルの下の横がゲート下で、そこに止められるから、うん、坂になって、そこの上先行くとお墓がある、うん、あ、マジですか、そっちが怖いですか、暗いね、真っ暗、あ、そっち行きます、そっち行く、ちょっと怖くて、あ、いいよ、重たいから、そっち行きますか、いや、ちょっとね、拍子抜けだな、うん、これちょっとね、これ私に対する嫌がらせです、これ明かりをつけるっていうの、これでよって、これはもういつかあの1000メートル先からの狙撃しますんで、これ、うん、そう、1000メートル先ぐらいから狙撃すれば多分誰がやったか分かんないでしょ、バサンってスナイパー、ラドキ全然あったよ、有名だったなにこれ、このオレンジライトのだけがなんかちょっといい感じなんだ、うん、リアルパブ G だからこう、ダダ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 、はあ、やばいやばい、腰が痛い、腰が痛い、腰が痛い、今のやった、いやだってさ、いや徐々に心霊スポットが壊されてくる姿をちょっと私は嘆いてますよ、非常に。ああ確かに、何だったの今のピリピリ音、最初の入り口のとこの、え
天井に足跡があるじゃん、面白い。ベルトしてないんだな。新しい心霊スポットを作るにはもうあれですよ。よし、あれだよ。いや、俺は新しい心霊スポットでも廃墟がどんどん増えてくれる方がいいっすね。廃墟の方がいいや。もうどんどん廃墟、もう廃墟になれ、どんどん廃墟になれっていうか、もう旗の市廃墟になれっつって。あ、そんなこと言っちゃダメだな。いや、うん、最初のさ、ここの機械音がちょっと意味が分かんないの。さっきの何の？ここで。あれ何の？ビビビビってバケタンの音じゃないんですよ、全然。あれ入ってることないですもんね。この音じゃないでしょ？これバケタンの音、これ。いや、これじゃないね。バケタンの音だから、これ。あ、雨やんだな。火が見えてきた。この音じゃないんだよな。全然違う音なんだよ。うん。あれ、なんでだろう、さっきピピピピピピって最初なんかね、変な音が聞こえたよね。何の音だった？もしかしたらなんか、電子音が鳴るようなものが落ちてるとか。そんなわけねえよな、壊れるわ。何なんですかね、電子音は。気になる。さっきの何だろう、ソースさんがやったのかな。いやいや、だって俺バケタンは継続サーチでやってたけど、1回目とかソースさんがやってるとバケタンだって言うから、うん、あ、そうだって言ったら2回目は、ね、そう、同じことやってるから違うってことだから、あれ、ソースさんさっき言ったじゃん。で、俺だって継続サーチモードにだってしてたから、その時は。その時聞こえた、あの音が聞こえたの。うん、だから何だったのかなと思って、うん、まあ、警告してんのかもしれない。まあ、怪奇現象ということにしときますか。まあ、そんな感じで。謎ですね。怖かったけど。でしょうね。俺にもちょっと理解できませんよ、もう。幽霊はいますかっていうと、まあ、こういうの取れてるからやっぱ聞いてる人いるんじゃないかなって。そこからこの音じゃないじゃん。だってまずバケタンはさ、こういう音だからさ、ピッピッって。もっとなんか強い音だったし。行きますか。いえ、結論、ここのトンネルはもう全然雰囲気もなくなり怖くもないし。